一見普通の人形にしか見えないのだが、所有者である家族によると、7年間もの間、この人形に恐ろしい思いをさせられているという。サリータというこの人形はまじないの人形アナベルを彷彿とさせるとして、いつしかペルーのアナベルと呼ばれるようになった。ペルーのカヤオに住むヌニエス家は、7年前にこのブロンドで青い瞳の人形サリータを譲り受けた。それ以来、この人形にまつわる様々な怪奇現象を体験したという。その様子を撮影した映像が YouTube で公開されるとたちまち広まった。3人の子の母親であるイボンヌ・ヌニエスによると、この人形はメイからもらったものだという。その後メイは亡くなったが、それ以来おかしなことが起こるようになった。それでもイボンヌは人形を手放す気にはなれない。メイや彼らが今住んでいるこの家で自殺したと言われている義理の妹のことを思い出す唯一のものだからだ。この人形には Our Father という曲が内蔵されていて、胸のボタンを押すと曲が流れるようになっている。それが誰も触れていないのに一人でに曲が流れたりするという。これ自体はそれほど不気味ではないが、寝る前に部屋の隅に置いておいたはずのサリータがテーブルやソファーの上に移動していたりするらしい。イボンヌの3人の子供たちも体を引っかかれたりぶたれたりしてよく目を覚まし、これはこの呪われた人形のせいだと確信している。20歳の娘アンジーは家の中で様々な音が聞こえたり、部屋の隅に奇妙なものがいるのを感じたり、暗がりで動く影が見えたりすると言っている。毎晩部屋の隅から誰かに見られているような気がするの。アンジーと2人の弟たちは人形を処分したがっているが、イボンヌはどうにも踏ん切りがつかない。そこでイボンヌはいわゆる天使学者、天使に関する専門家の協力を仰いで、サリータに取り付いている霊を払ってもらうことにした。ソヤラド・ロス・アンヘレスという名のその女性は、ヌニエスの家を除霊する儀式を行い、一人の女性の存在を感じたと報告した。イボンヌは自殺した義理の妹ではないかと考えている。人形を調べたソヤラは、家族に害を及ぼそうとしている邪悪な霊が取り付いているのを感じ、聖ミカエルの像と火を灯した7本の大きなキャンドルを使って霊を追い出そうとした。これがうまくいったかどうかは何とも言えない。ヌニエス家は前よりも怯えていると言っていいからだ。彼らは逃げ出すべきだったのかもしれない。